役さんなんて珍しいね。ここは吟遊詩人の館だよ。あなたも物語を聞きに来たの？おーい、お客さんだよ。そんなに大声を出さなくても分かってるさ。よく来てくれたな。君が来ることはずっと昔から分かっていた。さて、今日はどんな歌を弾こうかな。君のために用意した物語を聞かせてやろう。幸せな物語だといいかね。どんなお話になるのかな。うわーい、楽しみ。バレリア地方の中心部、聖なるエトワール神殿のほど近くで栄える都市国家シルディア。堅牢な城壁が三重に囲み、多くの種族が暮らし、多くの商人が行き交い、多くの旅人が訪れる。そして今また一人のエルフがこの街を訪れようとしていた。町に来るのもずいぶん久しぶりね。あれは？人が倒れてるわ。ひどい傷。一刻も早く医者に見せなくちゃ。今の何？指輪かな。おっと、今はそれどころじゃないわ。やっと目覚めたようね。君は…エッテさん、まだ起きちゃダメよ。ひどい傷なんだから。一体何があったの？どうしてあんなところに倒れてたの？上流で川に落ちたとか。わからない。わからない。ここはどこですか？僕はどうしてここに？君は全身傷だらけで川岸に倒れていたのよ。たまたま私が通りがかってこの宿屋まで運んだの。そしてここはシルディアっていう城塞都市よ。シルディア。本当にわからないの？名前も？名前…シオン。よかった。
った。名前くらいはわかるのね。私はエルミ。よろしく、シオ。意識が戻ったようですね。はい、でも記憶がないみたいで。記憶か。頭を打ったせいで一時的に記憶を失ってるのかもしれませんね。こちらの方は。この人はピオスさん、お医者様よ。彼はシオン。今は名前しか思い出せないみたいです。そうですか。ま、慌てることはありませんよ。はい。あれ、どうしたの？右手の中に指輪が。それって川に落ちたはずじゃ。え？なんでもない。この指輪、僕が左手にしてる指輪と同じだ。ちょっと見せてもらえますか。変ですね。あなたを治療した時こんなもの持っていなかったんですか。ねえ、その指輪からシオンのことがわからないかしら。そうですね。もしよかったらしばらく指輪を貸してもらえませんか。はい。それじゃあこっちの指輪も。あれ、あれ、この指輪抜けないぞ。見せてみなさいよ。本当だ。この指はシオンの指に張り付いてるみたい。何か見えない力、魔力のようなものでしょうか。それによって指から離れないようになっていますね。魔力ですか。どうやらこの指輪が手がかりになりそうですね。早速調べてみましょう。それじゃあエルヴィン、シオンの看病頼みますよ。あ、はい。ピオスさんは信頼できる人だから任せておけば大丈夫よ。うん、さあもう少し眠った方がいいわ。目が覚めたら全部思い出してるかもしれないし。うん、そうさせてもらうよ。
本当にこの方向でいいのかな。心配ないわよ。何ビビってんのよ。だって野生のモンスターがいるって。人を襲うことはないって言ってたでしょ。でも ねえ、どう見たって凶暴なモンスターだよ。話と違うわね。逃げるわよシオン。囲まれてるよ、エルミン。どうすんのよ、シオン。どうするって聞かれても。ちょっと君、震えてるの？そんなことないよ。あの指輪、あれが双竜の指輪ならすごい力が出せるはずよ。あんな話信じてるの？信じるも信じないも試してみればわかることでしょ。すごい、なんだか全身に力が湧いてくるみたい。そういうことか。これが指輪の力ってわけか。ちょっとシオン、あんた変じゃない？変だと？ふざけんなこら。ごめんなさい。やっぱ変だ。てめえら、一匹残らず叩き切ってやるぜ。エルヴィン、行くぞ。
Thank you.